東京調布市の住宅街で道路が陥没しました。現場は京王線つ筒字川岡駅から直線距離でおよそ400メートルの場所です。陥没が発生した時刻やけが人がいるかどうかなど、詳しいことは分かっていません。安全を確保するため、警察が現場周辺を規制しています。